はい、えー、ノーズチャンネルです、えー、人とコミュニケーションするいい話あるいは言われた時に気持ちのいい話あるいは言っても揉めない話っていうのをちょっと紹介しておきたいんですね。ね。例えばあの周りの奏者誰でもいいですよ。あのここのところはあの同じ戦列を吹いているけれどあのこういう考えこうしてみないかこういうフレージングでいかないか自分はあの ピラミッドの上の三角形を作りたいんで君はこの真ん中のちょっと膨らんだ部分を担当してくれるでなのでちょっとだけ僕の下に入らずに、えー、大きめに広めの,あの音色で吹いてほしいとか逆に、えー、例えばですねあの下の人が「あのちょっともうちょっとだけあの狭めの音色で言ってもらえると」とかっていうのはあの受け入れやすいですよねこちらとすれば。あのあ 自分にそういうアイデアがないのでそれ言ってくれたらもう喜んでやってみようっていうで,できたらああ、なるほどっていうんでこう言った方もニコニコするし言われた方もニコニコするっていうね、えー、そんなことはありますのでそういう話はね是非やってみたらいいかなと思いますね。あとはねその例えば、まあ、僕はフルートなんですけど、まあ、ユニゾンとかねあの隣のオーボエとか後ろのクラリネットの一番とかよくあるんですけどあのそういう時に。 あの一応一応ねこちょっとあのどっちがいい悪いじゃなくてこう確認しておくんですね音色も含めてするとあこれは音程の問題なのかそれとも音色の問題なのかっていうのを一応相手がどこにどの音程で出てくるかっていうのは単純に知りたいだけなので、えっと、それでその二、えー、人で一緒にこうちょっとリハーサルの,あの合間にやってみるとかねあのそういうのはあの非常にいい関係になりますね。であのオーケストラなんか見てても練習の合間にですね、えー、いろんなパートが二、えー、人で吹いてみるとかそうあと 一番同士でこう頭突き出してこうゆっくりやってるとかそういう光景すごく見受けられますでそれは、ね、非常にいいことですねそれで悪くなることはほぼほぼ,ほぼないですね中には、ね、やっぱりあのあのそこでいいやって言うとくな人間関係良くないからあんまり興味ないけどやってるみたいなのもあるんですけどそれも含めて、えー、非常にあのいい人間関係というか、まあ、安心につながりますので、えー、誰かの安心につながるということは、えー、かえって で自分の安心にもいつかはつながるというふうに思ってですね、えー、ここを掛けてみたらどうですかねそうすると意外とその反応で思ったよりこの人は怖い人じゃないんだなとか自信たっぷりに見えるけどそうでもなくて意外にとっつけやすい人なんだって分かっているとかしますのであのおすすめですあのねあの もし、ね、風邪とかコロナ入ってる時はあのマスクをして喋って拭く時は取るとかそれは忘れないでほしいんですけれども、えー、心がけでちょっとトライしてみてはいかがでしょうドキドキしますけどねあのいいドキドキはねあのいいことを生むかもしれません、えー、とにかくいつでもスマイルで、えー、やったらいいんじゃないかなと思います、えー、チャンンネル登録グッドバーコメントよろししくお願いします。